はい、どうも31歳小道寺です。本日はですね、昨日2月10日から開始された au pay の毎週10億円還元のお話をしていきます。で、一つ前の動画でこのキャンペーン初日で終了するんじゃないかと言ったんですけれども、実際は2日目で終了の運びとなりましたと。で、初日の状況などをお話ししていこうと思うんですが、郵便局でレターパックを爆買いする人が大量に発生したというようなことも話していこうと思います。で、私については31歳の子供部屋おじさんで、京都での大学時代からパチスロの期待値稼働とセドリア転売の方を行っています。で、パチスロについては13年間連続プラス収支で、その話はブログやツイッター、こちらの YouTube 等でも話しております。で、簡単におさらいなんですけれども、 au pay が新たに参入してきて、毎週10億円もらえるキャンペーンというのを2月10日から3月29日の間に行うと。で、この au pay で支払うと、20% のポイント還元を受けることができますよというキャンペーンです。で、この期間中に最大7万円分のポイントを還元受けることができるんですけれども、ステージが1、2、3と分かれていて、各週先着10億円でなくなっていくと。で、毎週月曜日にその10億円はリセットされるというような形になっています。そのため、月曜日でもし10億円分なくなってしまったら、月曜日で終了しますし、日曜日とかまで持てば当然日曜日も使えると。でも実際のところは、先着10億円週、パー週は何を意味するかというと、2018年12月の PayPay 100億円キャンペーンというのは10日で終了していると。で、この当時はまだキャッシュレスってそこまで流行っていなかった。というか、PayPay が先駆けとなって流行り始めた時に、これですら10億円が毎日消費されたというような形になっています。つまりは au pay が毎週10億円といっても、おそらく1日でなくなるだろうと私は予想していたわけです。で、結局のところ、蓋を開けたら、火曜日に終了と。で、au pay は少し親切なところがあるなって思ったのは、一応今週の還元総額が10億円に到達する見込みのため、2月11日のギリギリまで、やると。なので、例えば2月11日の途中で突然シャットダウンするわけではなくて、2月11日中は使えますよと。でも本日はですね、祝日なので、多分10億円の還元以上に使われるので、もしかしたら来週とかそれ以降の還元額が減らされるんじゃないかなと、なんとなく私は予想しています。で、ツイッターやいろんなブログ等を見た限り、au pay の支払い人気商品としては Apple 製品がかなり人気あったと。例えば iPhone だったり MacBook だったりといったものです。で、その理由としては Apple は基本的に定価でしか買うことができないので、この2割還元の恩恵を大きく受けることができると。で、逆に価格変動がしやすい電化製品というのは、この 20% 還元に合わせて、2割程度値上げをしてきているというようなことが、前回の PayPay 祭りでもありますし、今回でも観測されているので、そこら辺は、避けられる傾向にあると。で、あとはゲーム機全般ですね。スイッチは確かにもう品切れなので、そもそも手に入らないんですけれども、スイッチが定価で手に入れば非常に美味しいと。で、あとはレターパックと切手というのが意外と穴場になっていて、これ郵便局なんですけれども、実は郵便局ってクレカ等がつい最近使えるようになりました。で、これがどういうことかというと、郵便局でクレジットカード、キャッシュレス決済というのが2月3日からスタートしています。で、ここではクレカ、スイカ、スマホ決済等々ほとんどのものが使えるんですが、注意点として、関東圏でも導入店舗は非常に少数と。例えば、私の千葉だと、市川と柏駅と、つまり柏中心でしかないと。で、東京でも東京中央郵便局と秋葉原とかといった、あと新宿渋谷というような、ほとんど東京の中心で人が多いところでしか使うことができないと。
でもこういうところに行くと auPAY でレターパックとかを2割還元で買うことができて、それを転売したりだとか、あとは切手も買えるので、実質金券の切手を2割還元で大量に買って、金券ショップに流すだけで利益が出るというような状況が起こっていると。なので、こちらの方も来週あたり対策されてしまうんじゃないかなと、個人的には思っています。では、本日は短いですが、この辺で終わりにしますので、よろしければいいねやチャンネル登録の方をお願いいたします。